回はですね、自主練の仕方についてお話しします。コメントをいただいたので、そのコメントに関する内容です。いきます、コメントで。はい。久保田さんは、必ず動画撮影してくださいと言いますが、基本動作ができてない方はこれしなくていいです。全面鏡でやりましょう。全面鏡というのは多分全身が映る鏡ってことですよね。全身鏡とか言う全面鏡、必要なのはお家の全面鏡ですと。基本動作を全面鏡ではなく動画でチェックしているダンサーなど言いません。ダンサーの方で動画撮影して練習されている方が今結構いるとは思うんですけどね。スマホとかその動画撮影手軽にできない時は、やってなかったと思うんですけど、今は結構やってると思います。私の知り合いもやってたんでそれはさておき、動画で撮影して分かることは自分のフォームが久保田さんのフォームと違うことを身をもって知る衝撃のみです。知る衝撃のみです。衝撃を知るためならば全面鏡で十分こと足りると。全面鏡の前ではゆっくり反復できる。でも動画でもゆっくり反復できますからね。いろいろこう書いてあって、動画撮影は自分が間違っていることを知る手段になりますが、それを強制する手段にはなりません。これはちょっとよくわかんないんですよね。自分が間違っている手段に、間違っていることを知る手段にはなるが、強制する手段にはならないと。でも全面鏡の前では強制できるというふうにこの方は、書いてますね。ということです。基本動作はとっくに完成しているよ、次の高みを目指しているんだという方はどんどん動画撮影して、理想とする打球に対する自分の未熟さに衝撃を受けましょうとかって書いてますけど、まずですね、やはり動画撮影大事ですよ。それはですね、実際のオンコートで打ってる時でも撮影した方がいいし、それ実際のオンコートで、撮影するっていうのは難しいと思うんですよね。例えばちょっと誰かと練習しようって言ってやってコートに入って、でちょっとビデオセットするからねとかって言うと、やっぱ相手待ってますよね。相手を待たせたりするっていうのは良くないので、練習相手をね、で、ちょっと確認するからって自分だけ確認して、練習相手は待ってるとか、そういう時間は作ったらダメですからね。なんで、実際打ち合いする場合っていうのはビデオ撮影しながらの、チェックしながらの練習っていうのは難しいと思います。で、ですが壁打ちだったりね、素振りっていうのは、動画撮影した方がいいです。それはなぜか分かります？動画撮影の方が、鏡に映して、動きを確認する、素振りにしても確認するには都合がいい。実際打ってる時に鏡っていうのはないわけですからね。壁打ちにしてたってね、もう本当素振りだけってことですけどね。でもその素振りにしたって動画撮影が必要なんですよ。それはなぜか、これはそれがなぜかが書いてないんですよ。だから気づいてないと思うんですよ。間違ってほしい。動画撮影は自分が間違っていることを知る手段にはない、それを強制する手段にはなりません。鏡でじゃあ映す方が強制できるというふうになってるんですけども、これ鏡で自分の体を見たからって動きの強制っていうのはできない。強制の意味が私とは違いますね。これは修正とか、っていうことですかね。だからこの方は多分私はその動画撮影大事っていうのは素振りに関しても動画撮影が大事っていうふうに言ってますからね。打ってる時じゃなくて、素振りにしても動画撮影が大事だっていうふうなことなんで、ちょっと勘違いもあるとは思います。で、なんで動画撮影の方が鏡に映しながらの
素振りよりもいいのか、動画撮影して素振りする方が、鏡よりもいいのかっていうのはですね、ちょっとやってみますね。動画撮影だとこう構えて、振り出した。で、これっていうのを、今のを、撮ってれば、今の動きずっと見えますよね。で、これは正しい素振りなんですね、これ。わかります？これもう気づきました、これで。今ので気づかなかったらダメなんですよね。このコメントにそこは抜けてるんですよ。今の正しい方の素振り、これ正しい方です。これができないんですよ、鏡じゃ。実際に球を打ってるような動きが鏡ではできない理由っていうのは明確にあるんですよね。まあそれはその一番わかりやすいのでいくと、移動しながらとかってどうすんだって話になりますよね。やっぱ久保田テニスは移動を含みますからね。で、それは別に応用とかじゃなくて基本動作ですからね、全部。素振りも基本動作で、応用って言われてるみんなが考えるのも全部基本動作なんですよ。私がこのチャンネルでやってるのは基本動作しかやってないですからね。必須の動きしかやってないですからね。基本動作というかね、必須、必ずこう押さえておきましょうという動きのことなので、必須の動きイコール基本動作だと思ってくださいね。で、鏡でやるとじゃあどうなるかやってみましょうか。これ分かります？違うの。違いますよね、明らかに。何が違うか分かりました？もう分かったでしょ。これで分かんなかったらダメですよ。これ、正しい素振り、間違った素振り、これ鏡で見ながら素振りを練習するってことは、顔の向きは、要するに目の視線の置き場所、顔の向きっていうのは、ずっと鏡側じゃないとチェックできないですよね。わかります？こうやって、これ鏡だとしますよね。今動画撮ってるのに鏡だとしますよね。で、映ってる、自分が映ってる。こう構えた、合ってる。で、ここからスタートしてる。で、こうやってる。で、ちゃんとできてるって思ったら嘘ですからね、この動き。この動きは顔の向きが合ってないですからね。よく考えてくださいよ。ちゃんとイメージしないとダメなんですよね。これイメージしてないからそういうミスをするんですよ。本当に球が来てると思って、じゃあカメラの方から本当に球がこう来てると思ってやれば、顔の向きってこうずれていきますよね。で、こうずれたらもう確認できないんですよ。最初のこの状態でしか確認できなくて、要するに構えまでは確認できるけど、どういうふうに振り出すとかっていうのは、もうここで球の方っていう、こっち側ですからね、球の方を見て、で首も動いていくんで、こう横目でこうやっても違いますからね。横目になると動き変わりますからね。顔の方と目線っていうのは、目の方向っていうのは同じ方がいいですからね。こういかないといけないんですよ。でようやく前向いて元に戻してっていうことになるので、最初のこの構えと、最後のこう戻った感じは、チェックできるかもしれないけど、途中が全部抜けますよね。で、それを避けるために鏡をバー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 とこっちまで置けば、何枚も置けば、それはある程度チェックできるかもしれないですよね。あ、前から飛んできたってなってて、こう鏡がこうあれば、横まであればチェックできるけど、それできます？それ、その全面鏡とやらをこう何枚もこう並べて、真横に来る前に並べて、やるっていうのは難しいと思うんですよね。で、もう一つ、こう構えた時にこの深さっていうのがやっぱり、前からしか打つ、このいう映り方だとこの深さって分かりにくいですよね。でもビデオカメラ横に用意してたら深さはこう分かりますよね。こう向こうは前としてここにカメラを置いてたら、この深さが分かりますよね。で、深さをチェックする、ラケットの引き具合をチェックするときっていうのは、必ず顔はネット側というか、打球が飛んでくる側に置いといて深さをチェックしないといけないですからね。これ大事なんです。だからこう
こうやって深さはチェックできないんですよ。だから鏡見ながらこうはできないんですよ。こっちじゃないとできないから。で、この首のテンションとこの首のテンションで全然違いますからね。あ、こうやってこっちを見ながらこうやってこうすると、これ偽物なんですよね。本当は向こうですからね、顔の向き。これでこっちですからね、っていう風にならないといけないです。だから、うん、そこも大事なところで、誰もが見落とすところではありますね。私のレッスンを受けに来られた方で、ちょっと素振りの練習してるんですけどっていう方がいたら、あ、じゃあちょっとその素振りを見せてくださいって言って、ただこうやる方とかもいるんですよ。ずっとこうやって振る方もいるし、全然首のことを考えてない人がいるんですよね。で、首やっぱ動かした方がいいですよって言って、ずっと鏡の方を向いたままやってましたとかっていう人もいるし、で、鏡の前でじゃあやってみてくださいって言ったら、ずっとこう見たままこうやる人いますよね。こうやる人、合ってるとか、こうですよねとか。実際これはこっちですからね。フォアボレーにしてもこうだしね。サーブスマッシュなんか見てられないですよね。だから、その辺どう考えるのか分かんないですね。で、このことは過去の動画でも首の向きは大事だというふうに言ってるし、ブログの方でもですね、素振りするとき首の向き大事だよというふうに、ブログでは素振りの仕方とかで検索していただければ分かるとは思うんですけども、顔の向き大事ですからね。で、顔の向きというのは、例えばこう向いてもこっちの横目でこうやって見たりしないでね、横目なしということなので、いや、こっちちゃんとこう鏡映しながらこうやって横目で見てチェックしましたとかって言っても、それは偽物なんで、ちょっとずつやっぱ体重の乗せ具合だとか傾きが変わるんですよね。なので、首の向き大事です。だから、構えまでだったらこう、ラケットのこういう引き方ぐらいのここまでだったらいいけど、その後の動きっていうのはものすごくチェックしにくいです。バックしたこうやった、こうしてこっち側入って打ったんだなっていうのは、こっからここまではある程度いいんですよね。ここからこの辺はいいけど、もうこの後は首こっち向いていきますよね。だから、この辺勘違いしないようにしてくださいね。しなくてもいいですっていうふうに、必ずしてくださいって言ってるのに、それしなくてもいいです。で、基本動作はまだまだそれしなくていいです。そんなことないですけどね。全て基本動作ですから、私言ってるのは。なので、必ず、動作性が大事です。その辺勘違いしないようにしてください。今回は以上です。